おいっす。ということで、帰ってきました。まあ、とりあえずね、ピンを、抜き手術をしてきました。思えばね、4ヶ月前ぐらいかな、11月の中旬ぐらいに、まあ、ボクシングの練習中にね、右手の親指骨折しまして、で、まあ、そっからね、まあ、ピンを4本、入れて、まあ、骨をくっつけて、で、ギブスしてっていうような感じで、ギブスは確か1ヶ月半ぐらいで取れたと思うんだけど、ただまだピンは入った状態っていうことで、まあ、あんまりね、まあ、動かしづらかったんだけど、まあ、でも、リハビリもして、まあ、ある程度動くようになってきて、で、骨もね、まあ、ある程度できたということで、まあ、4ヶ月目ぐらいかな、折れてから、ようやくね、手術して、ピンを取りました。最初ね、折れた時の手術、要はピンを入れる時の手術っていうのはもうこの脇の下から麻酔入れて、ここ全部、もう全くもって使えないような状態。それで手術したわけなんだけれども、まあ、今回はね、まあ、部分麻酔ってことで、まあ、この、要はこの手の部分かな、ここに、まあ、麻酔のね、注射して、っていう、まあ、手術。まあ、一応、ま、オペ室に入っての、手術でしたね。まあ、結論から言うとね、まあ、痛かったね。結構痛かったで、ね。最初に、ま、ここからね、麻酔、脇の下から麻酔入れて、まあ、一番最初に、要はピンを入れる手術した時は、もう全く感覚ないから、もう何が起こってるのかもわからずに、まあ、2時間ぐらいかかったんだけど、その時は。まあ、何もわからずに終わったんだけど、まあ、今回は、まあ、とりあえずじゃあ、まあ、部分麻酔でってことで、一応、ま、遮光カーテンみたいな、カーテンでこう、見えてはいなかったんだけど、で今何やってんのかっていうのがなんとなくわかるけど、部分麻酔だから今手の部分のどこを触ってるかくらいはわかるのよ。まあメスをね入れた、切った感覚っていうのはあんまないんだけど、だけど今こう頑張ってグーって引っこ抜こうとしてる感覚があって、でしかもなんか麻酔ってさ、多分あれ皮膚はなんつうのかな、麻酔で痛くないんだけど骨は関係ないと思うよ。もうね神経がズキズキズキっつって、まあなんかうーって言うほどじゃない、うーって言うほどじゃないけど、そのうーって言葉が出る手前ぐらいまで痛かったね。でもしかもグーってこう引っ張るもんで、ペンチでグーって引っ張るもんで、結構ね痛かったなっていう風に思いますけど、まあでもね無事に終わったんでね、まあ良かったかなと。まああとは、まあこのまあ、手の状態がどうなってるか、抜いた後にどうなってるのかっていう、まあ、経過を見ていくっていうような感じだと思うんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、抜く手術したんで、今、とりあえず手にね、異物がないということで、一応ね、ピンをね、本当はね、なんかもらいたかったんだけど、なんかちょっと持ち帰りはできません。ちょっと尖ってて危ないから持ち帰れませんって言われちゃったから、一応写真だけね、撮らせて、つって、写真だけ撮ってきましたんでね、一応まあ、ピンのね、まあ、こんな感じの、まあ、ちょっとね、血がついてるんですけど、まあ、こんな、感じですね。4ヶ月間ね、私の体の中に入っていた、ピンですね、まあ、ということでね、まあどうなるかね、こっからちょっとどうなるかって感じじゃね、今まあこんな状態だけれども、まあちょっとこれからどうなるのかっていうところで、まああとは本当レントゲン取ってまた診察してっていう流れになるとは思うんだけど、まあ本当、まあ正直もう自分でもわからないよね、これからこの指がどうなっていくのかっていうのは、本当に時に身を任せるしかないのかな。まあということでね、今日とりあえずピン取ってきましたね。また一週間ぐらい多分この状態が続くのかなって、思います。やっぱさ、何回も思うけど、このオペ室って怖いよね。あの空間がね、やっぱ怖くて。で、なんか思ったんだけど、なんかこう診察する、ゾーンの看護師さんたちって結構なんだろうね、ベテランというか、まあ、おばちゃんたちが多いんだけど、オペ室の看護師さんって、なんか若い人が多いなっていうなんかイメージがあって、これなんかそういう、あれなのかな、区分分けられてんのかなって、どうなんだろうね。やっぱオペ室の方が大変だから若い人にやらせてるっていう感じなのかな。なんかちょっとその辺よくわかんないよね。で、しかもさ、なんか毎回さ、私看護師さんに煽られるんよね。やっぱさ、怖いじゃん。手術するってなったら怖いじゃん。で、なんか怖いな、みたいなこと言ってたら、なんかプロボクサーでも、やっぱ怖いんですね、みたいな。なんか、いや、もうプロボクサーだろうが何だろうがさ、怖いもんは怖いわと思って。そう。まあ、それちょっとね、職業差別なんじゃないかなと思いましたね。まあ、ということで、まあ、今回、手術してきましたんでね。ご報告ということで、以上になります。まあ、ぜひね、皆さん、もうオペ室に入らない人生が多分一番最高だと思うんでね、病気とかしないように気をつけてくださいね。それじゃあ、バイバイ。はい。で、なんかさ、やっぱこう、病院行った後ってさ、パン屋さん行きたくなるよね。ということで、ちょっとね、今回、私がよく行くね、経由っていうね、パン屋さんあるんだけど、そこでね、まぁ、こんな感じで、もういろんなパンをね、まぁ、いろんなパンつっても、まぁ、二つだけなんだけど、ちょっと買ってきたよね。いただこうかなと思います。これなんだったっけな、くるみアーモンドだったかな、これは。いただきます。
あー、うまい。甘いね、これ。私はもうほんと安城でね、一番うまいパン屋さん。というか、まあ、日本で一番うまいパン屋さんだと思ってるのは、この KU ってパン屋さんは。ぜひね、安城に住んでる人はね、ちょっと行ってみてほしいんだけど。なんだろうね、これやっぱ病院帰りってさ、絶対パン買っちゃうよ。なんかパン食いたくなるよね。まあ、朝飯も食わないで食って、食わないで来てくださいって言われてたから、朝飯食ってなかったからさ、お腹も空いちゃってさ、もう12時なんだけど、パンをね、ちょっと食べてエネルギー補給しようかなと思いますね。